しょ。なんで今までうまくやってたよね。どうしてここが見つかっちゃったの？申し訳ありません。理由は定かではなく。救命はしなくても解明くらいはしてほしいな。まあいいや。どうせ迷い込んできた冒険者でしょ。始末しちゃって。それが侵入者は3組。しかもほぼ同時刻にここへ姿を現しており、2まではいい。でも3はダメだ。たまたまが3つ重なると、それは偶然でも奇跡でも神のいたずらでもない、必然だ。明確な目的を持った誰かがやってきた。なんで？どうしてバレたの？三組すべて解き放ったビオラスを撃破しながら進んできます。どうなさいますか？排除しかないじゃん。失敗作のあれ出しちゃってよ。24階層のパントリー。ああ、似てやがる。空気も様相も、そしてこのくせえ匂いが。以前報告にあったベンデッタ、オリバス・アクトの一件じゃな。私自身、元気とヘルメス・ファミリアに託したあの事件か。あのクソ野郎はプラントと呼んでやがって。パントリーの柱にモンスターを寄生させて、この薄汚ねえ領域を作り上げてたぜ。そこはいわゆる食人化の栽培場でした。同時に宝玉の大使も育てていたクリーチャーたちのテリトリー。栽培？さっきの食人化？けど、おかしいんです。え、何がですか？あのプラントではパントリーの柱から湧き出る養分を使って食人花を栽培していたはずです。むしろこの肉の迷宮構築自体、養分に依存していた。でもこの辺りにパントリーなんて。ええ、私たちも聞いたことがありません。ですがあえて言わせていただくならば、その疑問の答えこそがこれまでこの領域が秘匿され続けた理由かもしれません。そういえば先に言ってたのすっかり忘れてた。ふにゃ、なんで白髪頭がこんなとこにいるにゃ。そんなことどうでもいいにゃ。さっさと逃げるにゃ。逃げる？どうしたんですか？説明不要、時間の無駄。とにかくあれを一目見ればわかるにゃ。
極人か。さっきの大きい、形も違って、上位者、いいえ、集合体。途中でやっつけたモンスターよりずっと硬いにゃん。打撃が全然効かないのにゃ。まさにボス、ゆえに36系逃げるにしかず。ザクはやめて、デカブツを用意しやがったのが上等だ。敵もわしらの存在に気づいたということじゃ。そして無視できなくなった。超大型級、何より醜悪に過ぎる。見るに耐えん。やっぱりこの迷宮、あの時と同じ、あの人と戦った場所と。あの場所もこんな風にたくさんのモンスターが出てきた。一連の失踪事件、状況からして小さくない組織が関わっていると思ったわけが、当たりか。背後にいるのはクリーチャーたち、地下勢力、あるいはイビルスの残党。どちらにせよこのモンスターをのさばらせておくことはできない。確実に仕留める。一掃だ。ベフィーアさん、光栄、お願いします。行くぞ。リリ様、気が疲れましたか。リリ、よかった。ハルヒメ様、イーネ様、リリたちは一体。それが何かに襲撃されたようです。襲撃ことですか。ミーネ様が私たちをかばってくださって、怪我こそありませんが、意識を失っている間にどこかに運ばれてしまったようで。私すぐやられちゃったけど、あれ怖かった。見たことのない怖いものだった。正直まだ混乱していて全く状況はつかめませんが、ここは一体。今の音は。モンスターの悲鳴に聞こえましたが。誰かが戦ってる。武器と魔法の音聞こえるよ。まさかフェルズ様たち。いなくなったリリたちを捜索して。ああ、やっぱり原因はこっちか。
きます。イレギュラーを持ち込んでくれたのは君たちだったみたいだね。